はい、こんにちは、ヒトです。今日はね、4月の21日ということで、あるものを紹介したいと思います。今日紹介するアイテムはこちらになります。ちょっと変でしたね。楽天から今日届きました。前ね、予約していたものですね、が届いたので紹介したいと思います。ということでね、今日紹介するものは本ですね。風光明媚さんが書かれている漫画なんですけど、これ何かっていうと、実はテントムシですね。軽キャンパーのテントムシの漫画になっておりますね。もうだいぶみんな覚えてないと思うんですけど、実はですね、以前自分もこのテントムシですね、テントムシを所有してて、下の娘のハンちゃんですね、ハンちゃんと一緒にね、車中飯とか車中泊をしていた軽キャンパーの漫画になります。ハンちゃん大きくなったよ今回ね。第1巻が発売されました。ハンちゃん朝魔法かけたやろ。こんな感じですね。値段はこちら715円ということで、ジャンコードはこちらになっております。関係キャンパーのテントムシに乗っていろいろね、回って車中泊をしながら食べるくという漫画になっております。これね、ちょっと中は見れないんですけど、開封します。はい、じゃあですね、漫画っていうことで、中身はね、レビューすることはちょっとできないんですけど、この帯ですね、この帯だけを取りたいと思いますね。お、メイビさん、ありがとうございます。この表紙ちょっと感動ですね。ちょっと嬉しいです。これ覚えある方いますか？これ実はですね、セリアのお得ですね。お得を使った焚き火台、実はですね、このより道草よりこの食べ歩きの第2話に実はこの焚き火台が登場しておりますね。すっごい嬉しくてね、これを見たいがために買ったというのもありますし、テントムシユーザーですね、元ですけどね、元テントムシユーザーということで、すごい気になった漫画で、これから全巻揃えていこうかなというふうに思っております。これね、帯は自分ここにね、まず内側にこんな感じにして、こんな感じで帯も保管しております。でですね、中は皆様購入してご確認くださいということですね。実はですね、この後書きにも風光明媚さんが書いててくれました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。はい、ということですね、今回はですね、アイテムじゃなしにコミックの紹介になります。ぜひ購入してみてください。テントムシを
ついにテントウムシが漫画になったということで、道草より子の食べ走りですねの紹介になります。はい、ということでご視聴ありがとうございました。テントウムシはやっぱ最高。